はい、どうも皆さんこんにちは、ラノアです。今回ご紹介しますのはこちら、ファイナルの自分で音を作れるイヤホン、メイクシリーズのご紹介です。こちらのイヤホンはですね、クラウドファンディングサイトの幕開けで支援を募集していたプロジェクトになるんですけども、自分で音が作れるということでですね、イヤホン内にあるフィルターを交換することで音を変えることができるイヤホンになっています。もうちょっとこう広域が欲しいなという時は密度の低いフィルターに変えたりとか、あと逆にちょっと広域がきついなというふうに感じた方は密度の高いフィルターに変えることによって音を自由に変えることができる、画期的なイヤホンになっています。今回はですね、メイク1、メイク2、メイク3と3種類ある中でですね、一番価格の安いメイク3を購入しましたのでご紹介したいと思います。じゃあまずですね、早速開けていきたいと思います。結構楽しみにしてたんで、どんな感じかな。はい、おお、かっこいい。白に金で書かれてますね、ファイナルと。なんだろう、支援者の皆様へということですね。この度新しいイヤホンのあり方を提案するメイクプロジェクトにご支援いただきまして、心より御礼申し上げますと。早く皆様にお届けしたい一方で、ファイナルとしてのこだわりも追求したいという強い思いを貫いた結果、長い時間をお待たせしてしまいまして、皆様にご迷惑をおかけする形になり、誠に申し訳ございませんと書かれてますね。今回お詫びとしまして、心ばかりの品ではございますが、いい2000を同封いたしましたので、どうぞお納めください。いや、これがすごいよな。ちょっとこう、イヤーピースをこう付属してくださるとかだったらまだわかるんですけども、もうイヤホンを同封してくれるっていうのは本当にすごいですよね。ありがたいですね。で、これがメイクですね。はい、パッケージはこんな感じになってます。すごいおしゃれ。白い箱にですね、銀箔押しを施しましたということですね。非常にかっこいい。かっこいいし、おしゃれですね。これがあれかな、このドライバーとか、こう、イヤホンのジャックとか、あとこう、イヤホンメイク本体があったりとか、すごい遊び心のある面白いパッケージになってますね。いや、なんかちょっとこれ、ワクワクしてきたな。よし、じゃあ開けます。はい、来ました。まずこれは何かな？まずこちらがイヤーピースとイヤーフックですね。イヤーピースも軸がピンク色っぽいような軸と灰色のような軸のイヤーピースになってますね。あとこれがフィルターですね。フィルター A とフィルター B というのが付属してきています。で、それからこれがシリコン製のケースですね。ファイナルというふうにロゴが入っています。ファイナルさんのロゴはかっこいいですよね。もうこれに多分イヤホンが入ってるのかな。イヤホンはちょっと最後に見るとして、もうこれで全部かな。あ、まだ入ってますね。これがフィルターを交換するときに使うジグのようですね。まず、ピンセットですね。先が結構尖っているピンセットと、それからファイナルと書かれている、これはアコースティックジグというふうに書かれてますね。これは何に使うんだろうな。あと、ドライバーですね。結構しっかりとしたいいドライバーが付属してきますね。では、イヤホンの方を見ていきたいと思います。これ、こっちから開けるんだよね、多分ね。はい、来ました。しっかりイヤホンが傷つかないように梱包されてていいですね。イヤホン両方と、あとプラグの方にもしっかりと梱包がされてますね。はい、でアップで見るとこんな感じになっています。マットブラック仕上がりということで、艶消しのブラックになっています。かっこいいですね。で、ここにファイナルというふうに書かれています。デザインとしてはなかなかかっこいいんじゃないかなと思います。で、ケーブルにもね、こう R 側赤いラインが入ってるんで、左右識別しやすくなってますね。で、イヤーピース外すとこのような感じになっています。で、これ中にフィルターが入っていて、このフィルターも交換することができます。で、こっちにね、ネジで留めてあるので、これをドライバーで外して中のフィルターも交換できるようになっているということです。で、イヤーピースも軸がね、 R 側はピンク色になってるので、イヤーピースも左右で識別しやすいような感じになってますね。こんな感じになってます。全体的にね、イヤーピースも黒で色に統一感があっていいですね。で、プラグにもファイナルのロゴが入っていてかっこいいですね。で、 L 字のプラグになっています。一応音質を変えることのできるイヤホンではあるんですけども、せっかくなんでデフォルトでまずは聞いてみたいと思います。装着感はですね、かなりいいですね。ちょっと角張った筐体なんで装着感が心配だったんですけども、結構しっかりフィットできますね。アップで見ていただくとこんな感じになります。結構しっかりとフィットするんで、ここはいいですね。装着感はかなりいいなと思います。音はですね、チューニングしなくても全然いいですね。非常にバランス良くて、僕はまあ E2000 が好きでよく使ってるんですけども、 E2000 に結構近いような感じの音がします。せっかくなんでね、ちょっともうちょっとこう広域をちょっと出してみようかなと思います。ちょっとね、まあでも、もうちょっとデフォルトで聞いてみて、どういう風にしようか決めて、ちょっとチューニングしてみたいかなという風に思います。
はい、ということですね。使い始めてから2週間近く経ちました。実際にですね、フィルターを変えてチューニングを変えてみたりとかして使ってみた感想を述べたいと思います。ただ音質のね、感想はやっぱりチューニングできるイヤホンなので音質の感想はあんまり言わないですけども、使用したまあ使い勝手とかそういう部分をちょっと述べていきたいかなと思います。で、まずいいなと思ったところなんですけども、付属品がかなりしっかりしてるところがすごくいいなというふうに思います。こういうフィルターを変えるイヤホンってなってくると、やっぱりこう工具が必要になってくるわけですよね。ピンセットとかドライバーとかが必要になってくるんですけども、そういうものがちゃんとしっかり付属してくるのがすごくいいですよね。メイクを買ったらもうそれだけですぐに道具が全部入ってるので、すぐにフィルターを交換することができるので、そこはすごくいいなというふうに思いました。やっぱりイヤーピースもしっかりと付属してきますし、イヤーフックも付属してくるし、あとシリコンケースもね、結構しっかりしてるんで、付属品はかなり豪華なんじゃないかなと思います。それから使い勝手も結構良くてですね、ケーブルにやっぱり R 側に赤のラインが入ってるっていうのがね、非常に LR の識別がしやすくて分かりやすくていいなと思いますし、イヤーピースの方も R 側に赤い軸のね、イヤーピースを使えばよりはっきりとね、 LR 分かるようになるので、本当にすぐ見ただけでこう装着することができるので、そこはすごくいいかなというふうに思います。で、それから装着感が思ってた以上に良くてですね、結構こうデコボコした筐体になってるんで、装着感が結構心配だったんですけども、思ってた以上にいいです。僕個人的には本当にかなりフィット感良くて、ちょっと長めにね装着しても全然痛くならないですし、あとあんまりこう耳の奥に入らないタイプのイヤホンっていうか、ステムがそんなに長いわけじゃないので、僕耳の奥に入るのがあんまり好きじゃないので、そこもすごくいいなと思いました。装着感もいいし、つけててあんまり疲れないのがすごくいいですね。あとそれからデザインもすごく良くて、僕今回メイク3買ったんですけども、メイク3も全部黒、ケーブルも黒、筐体も黒で、イヤーピースもまあ黒になるんでね、全体的にこう色の統一感もすごくあってかっこいいなっていう風に思いますし、まあ、これ艶消しになってるんで、その艶消しもやっぱいいですよね。こう大人なかっこよさがあるというか、シックな感じがして、すごく僕は好みなデザインになってます。で、それから音についてなんですけども、音はやっぱチューニングできるんで、詳しくはやっぱり述べないですけども、というかまあ述べられないんですけども、デフォルトの状態だと本当にファイナルの E2000 に近いような感じの音がして、バランス良くて非常に良かったんですけども、僕の中ではちょっとこう、もうちょっと広域欲しいかなとか、またもうちょっとこう低域欲しいかなっていうのもあったりとかしたんで、だからそこをやっぱりチューニングで変えられるっていうのはすごくいいですよね。まあこれまあメイクのまあ本質的な部分なんですけども、やっぱチューニングできるっていうのはすごくいいですよね。十分にデフォルトでも音は良くて、やっぱファイナルの E2000 僕もすごいよく使ってるんで、全然文句なかったんですけども、やっぱり細かいこと言うともうちょっと広域欲しいかなっていうのがあったんで、そこをやっぱチューニングできるっていうのはやっぱ本当にすごい画期的ですよね。で、それからチューニングのやり方もですね、まあ実際にやってみたんですけども、結構まあ細かい作業にはなってきちゃうんですけども、僕の中では思ったよりも楽にできましたね。ちょっと実際にチューニングしてるところを映像でお見せできたかと思うんですけども、そんなにびっくりするほど難しくはなかったです。ただやっぱり細かいようなピンセット使って細かいような作業になってくるので、こう手先が器用じゃないっていう方にはちょっと難しいかなとは思ったんですけども、僕の中では結構すんなりできたので、びっくりするほど難しくはないかなとは思います。それにですね、ファイナルさんのホームページにですね、かなり詳しくチューニングの方法が書かれていまして、まあ、ステップ1、ステップ2、ステップ3とかっていう感じで、かなりわかりやすくまとめられています。で、こう、ポイントとか、まあ、コツですね。まあ、コツとか注意点とか、そういうのもしっかりと書かれているので、これだけしっかり書かれていれば、こういうのが苦手な方でも十分にできるんじゃないかなと思います。で、それからイヤホンのチューニングの仕方っていうのもね、かなり詳しく載ってるっていうのもあるんですけども、どのフィルターを変えたらどういう風に音が変わるのかっていうのもかなり詳しく、グラフにまとめてありまして、やっぱりこう自分の中で低音がもうちょっと強くしたいなとか、もうちょっと攻撃上げたいなっていう風に思ったとしても、どのフィルターを変えたらどうやって音が変わるのかっていうのがわからないとね、ちょっと難しいので、このグラフを見ればね、自分のこの出したい、こういう風にしたいっていう音にですね、しっかりと近づけることができるので、このグラフもかなりありがたかったですね。続いてちょっと微妙だなと思ってしまった部分なんですけども、チューニングがドライバーで開けたりとか、ピンセットでね、細かい作業をしたりとかしなくちゃいけないので、やっぱりちょっとね、めんどくさいなっていう風に思う方も中にはいらっしゃるんじゃないかなと思います。僕の方もですね、ちょっとこれ大変なんじゃないのかな、めんどくさいんじゃないかなとなんて思ってやりだしたんですけども、結局そんなにまあ難しくはなかったですし、自分が気に入った音をね、見つけるのがすごく楽しくて、僕は全然苦じゃなかったんですけども、やり始める前はね、ちょっとね、やっぱめんどくさいんじゃないかなっていう気持ちがやっぱあったんで、これはちょっと人を選ぶかなっていう感じはしますよね。僕はかなりやり始めたらすごく楽しかったです。で、それからチューニングのやり方もかなり詳しくまとめられていて、すごくわかりやすくていいなとは思うんですけども、具体的にこう自分の出したい音っていうのが
あるわけですよね。低音もうちょっと出したい、高域もっと出したいとか、中域をもっとこうしたいとかっていうのがあるわけなんですけども、やっぱりこうチューニングする箇所が3箇所あるんですね。その3箇所の組み合わせによって音が結構変わってきちゃうんで、やっぱりチューニングする箇所は1箇所だけだったらグラフを見てね、なんとなくわかるかなと思うんですけども、その3箇所の組み合わせでかなりパターンがめちゃくちゃ多いんですよね。かなりのパターンがあるので、やっぱり3箇所の組み合わせなので、グラフを見てもね、どう変わるかっていうのが完璧には予測できないんですよね。だからその組み合わせによってどういう風に変わるのかっていうのも自分の中でイメージしながら変えていかなくちゃいけないので、非常にグラフは分かりやすくまとめられていて、多分もうこれ以上ファイナルさんがこうどうこうすることっていうのは多分できないとは思うんですけども、やっぱりねちょっと難易度は高いんじゃないかなっていう感じはしました。多分そこがね、まあ僕の中では面白いなと思った部分で、すごくハマった部分ではあったんですけども、はい、ということですね。ファイナルの自分で音をチューニングできるイヤホン、メイクのご紹介でした。今回メイク3のご紹介だったんですけども、他にもメイク2、メイク1っていうのもありますので、ぜひね、ファイナルさんのホームページで見て、自分がいいなと思ったものを購入したらいいんじゃないかなと思います。で、一応僕の方もですね、動画でメイクというですね、そのプロジェクトが始動した時の、始動しますよって言った時の動画出してますので、そちらもね、まあ見ていただければ、まあよりわかりやすいかなというふうに思います。はい、ということですね、この動画良かったと思う方はグッドボタン。あと下にですね、Twitter のリンク載せておきますので、フォローの方もぜひよろしくお願いいたします。それではどうもありがとうございました。ダダモでした。